ちゃ。こんにちは。はい、豊さん、ね。もう10月も中旬、真ん中過ぎて。そうだよ。はい、今月中にね、うん、もうシーズンも、マレギュラーシーズンが終わって、はい、いよいよ次のステージに行くということでね。はい。まあ優勝ももう決まりかけてるというかね。パリーグは相変わらず。まあ、パリーグはね、まあちょっと、まだわかんないけどね。はい。まあヤクルトはマジック4になった。はい。で、昨日の試合で、まあ、ヤクルトは勝ち、阪神がね負けということで、うん、一気に2つ減って、ね、まあマジックが4ということ、はい、で巨人がまあ2位から大きくもう本当に離されて10、はい、がしかし広島が 2.5 に迫ってる。これ少し前だと3位と4位セリーグはすごいゲーム差があったと思うんですけど、最大いくつあったと思う？10以上ありましたよね。15あったのね。そうですよね。ああ、だからそれがもう 2.5 に迫ってるという巨人に、これやっぱ巨人が危ないんじゃないかだと思ってさ、はい、ちょっとね、うん、調べてみました。はい、でまずは、はい、いつもの優勝へのカウントダウンの前に、ね、カウントダウンの前に、はい、巨人は守りきれるかということで、勢いのある広島、逆転の可能性はということで、ないとは言えないんだよね。もう今広島は完全やる気になってますね。いやいや、そうで口を揃えて、うん、やっぱクライマックスシリーズに若手が言ってる、はい、あの出てみたいという、まあ、そういうことを言い出してきてるし、その若手がどうかというと、宇草が、ね、ホームラン2試合連続ホームラン打つとか、小園はなんか安定してきてし、うん、林はがっちりなんかサードのレギュラーポジションを取ってきてる。で鈴木誠也は、ね、ホームランをトップに3本差に迫った、うん、ね、打点もぐんぐん伸ばしてるしさ、はい、少し前思うと広島は長い間最下位を言っていたチームが、うん、はたと気がつくと、うん、クライマックスシリーズ進出を狙っているって。そうだよね、やっぱりね、全日本に5人ぐらい選ばれてるわけでしょ、はい、通常で言えば自体も含めてね。だからそういう意味ではやっぱこう実力もあるし、うん、若手も伸びてきた。そこで巨人は若手はあんまり伸びてない、うん、ね、ちょっと疲れ切ってるような感じがする、うん、さあどうなるかということでちょっと説明をしたいと思うんだけども、はい、どのようになると、うん、こう進出の枠が決まっていくのか、ね、まさかさこういう話なするとは思ってないからさ、はい、で巨人対広島、うん、巨人対広島っていうか、まあ、まあ、両チームの、うん、残り試合が4試合、はい、で3勝1敗でいった場合に、うん、と広島が7勝0敗でいった場合は勝率が5割になるんだよね、はい、すごいですね。それぴったり並ぶんですね。並ぶで今の巨人にじゃあ3勝する力があるかってちょっと怪しいよね。ですね。で広島は7勝0敗でしか5割に届かないんだけど、うん、巨人が負けを重ねることによって1敗できちゃうんだよね、うん、でもまあ5割を計算にクライマックスシリーズだから、まあ、勝率5割とした時に、ね、うん、勝ちが62、勝ちが66、これ同率で並んだ時に、うん、まず次に見られるのが勝ちの数なんですよね。そうそう、だから同じ5割でも勝ち数が多い方がクライマックス進出に出場権を獲得するということ、ね、最初の条件。そう、最初の条件。またそこで並んじゃったら次はこれってあるんですけど、もう勝ちが多い方が行くっていう風な時点で5割で並んだら広島が行っちゃうんだよということになるんですね。俺は前年度に優勝してる巨人が行くもんだと思ってたの。そうじゃないんだよ。それは今年の勝ち数なの。その後の選考の基準であるんですね。そうそう、3番目があったね、その基準はね、うん、だからあの2番目はこの対戦カードの勝ってる方が上に行くんだよ。なるほど、巨人と広島の星の数どちらが多いかですね。そうそう、で3つ目が前年度の順位なんだよね。だからまあ巨人が行くわね。でも一番最初に記されてるのは勝ち数の数なんだよ、はい、だから広島が行っちゃうということ。そうなると本当に今年のこの9回で引き分けの制度っていうのはこういったところで結構左右してくるんですよね。左右するなあ、うん、まあこれはまだ本当に俺はいやいや数字的にはやっぱ巨人でしょうとは言い切れない。広島の勢いがあるね。はい、ね、これもちょっと見ものだけどね、まあ、ここはそうですね、優勝とは別に気になるところですね、うん、はい、もう心配かけるね本当にいろいろ、はい、はい、ということで優勝へのカウントダウンセ・リーグ、はい、
ね、ヤクルトのマジックは4、はい、残り8、はい、ということは、4勝4敗でいいという5割で、はい、ね、4つ負けれるというね、うん、4試合勝てばいいわけだから、はい、で甲子園で阪神と直接対決、はい、まあ、2連戦が19日から、うん、まあ、ありますよと、はい、でも阪神はその前に、今日かな、うん、広島戦がある、その前は負けてる、もう直接対決までは負けられないよっていう話が前回あったと思うんですけどここに来て広島こんなに元気だと思ってないよ、うん、誰も。でも元気だし、チーム の選手に目標が本当にある、おのおの、はい、まあ、例えば首位打者争いをしてるとか、はい、若手が頑張ってるとか、はい、そういう意味では広島は本当にクライマックスへ向けて、まあ、先ほど説明したけども、うん、負けられないよね、はい、だから阪神が非常にやりにくいんじゃないかなと、うん、もうこれは仕方ない。で現在絶好調のヤクルト、はい、勢いを失った阪神、はい、これは絶好調というのは春先にオスナ・サンタナいなかった、はい、今ここに来てオスナ・サンタナが大爆発してる、うん、そうですね、ね、一方阪神は、マルテ、サンズ、そういうところが非常に春先頑張ってたのに、はい、まあ、佐藤も含めてだけどね、うん、もうこのなんかその3人がものすごく勢いを失ってるという意味では、うん、もう対照的なもチームになっちゃったなという、うん、そういう戦いになる。だから、まあ、最短が20日の甲子園、はい、でも甲子園ではやっぱりね、今まで阪神も頑張ってきたから、うん、優勝は見たくないだろうし、そうですね、で、まあ、ヤクルトの方はどこで決めてもいいと思うんだけど、うん、早く優勝を決めたいと思ってて、はい、おそらく、まあ、神宮に帰って DeNA 戦があるのね、まあ、そこでもいいのかなっていうマジック4として、はい、ね、まあ、どういう戦いになるかね、阪神はもうここまで頑張ってきてたんだからさ、もう本当最後の抵抗を見せてほしいなってね、もうね、ここがもう最後のチャンス、うん、チャンスだね、ということで、まあ数字がゼロじゃないだけにね、はい、チャンスだよ、うんうん、でヤクルトとはなんか今年因縁の戦いみたいなねことも言われてるしね、はい、うん、まあ、阪神の最後の意地をね、はい、まあ、なんとか見たいというふうに思います、うん、はい、セ・リーグはこんな感じですかね、はい、さあパ・リーグです、ね、はい、続きましてパ・リーグです、はいはい、これが今の順位表です、はいはい、ま、相変わらず、2位のロッテにマジックが点灯してまして、はい、7-8残り8試合ですね、はい、ね、オリックスが負けちゃったから日本ハム戦にね、はい、あの斎藤佑樹 の引退試合で、はい、ね、なんか譲ったのかっていうような、ね、反撃しなくていいのかみたいなそんな感じの雰囲気もあったんですけど、はい、まあ、決して手を抜いてるとかね、うん、斎藤佑樹がもう一生懸命投げてたし、はい、まあ、1人だけだったけどもね、うん、まあ、そういう試合で、うん、まあ、星を落としたと。で楽天も落としたと。まあここら辺の順位はね、もう大きく変わることはないなって思ってるのね。ただみんな一生懸命やるからね、上も下位に当たった時に非常に嫌なんだよね。ローテーションを変える、最多勝の争いをしてね、防御率、奪三振といろんなピッチャーが投げてくるよ、上に対して、はい、だからそこが厄介だよね。まあ、マジック7、さあそのマジック7が果たして有利なのかどうなのか。そうですね、うん、まあ順位としてはまだ2位なので、そうそう、そのあたりも含めて、まあ2位だけど7連勝すれば優勝しちゃうんだよね。だけど7連勝ですよ。そうだよ、ね、この終盤の終盤に。そうだよ。でね、まあ、ちょっといろいろこう見ていきたいと思うんだけども、はい、まあ、1位のオリックス、うん、残り試合4、はい、楽天が3、はい、3試合ね、うん、で西武が1残ってる、はい、ね、対戦相手ですね。対戦相手、はい、で2位のロッテマジック7、うん、出てるものの、残り試合8試合、倍ありますね。倍あるよね、ちょうどね、はい、でライオンズが1、はい、ソフトバンク、ホークス2、はい、日本ハムが4、楽天が1残ってる、はい、まあ言えばそこそこのピッチャーがいるところだよね、うん、絶対に。だってライオンズだって高橋光成、今井、松本が投げてくるともう本当嫌だと思うし、はい、ホークスは千賀マルティネスを2試合続けて投げられたらそりゃ厳しいよ。
ね、これ楽天とかライオンズ両方にいてどちらのチームに誰が投げるかっていうところでもだいぶもう全然変わる、星の色が変わってきますね。全然変わる。だってファイターズだって伊藤大海とさ、噂はバーヘーゲン、こういうあたりが投げてこられるとそりゃ苦しいよ、うん、でここだってさね、則本なんて投げられたらやっぱ苦しいと思うよ。まあ、楽天なんかが4試合あって両方合わせると、うん、どっちに誰をっていう風なところの戦略も、そうそうそう、これは楽天が勝つというよりはオリックス、ロッテがどのように攻略していくかっていうところにもかかってきますね。だから楽天がポイントを握る、まあこっちはソフトバンクも含めてだけど、うん、誰が投げるの、監督がどちらに優勝させたいかとかいう思惑が、まあ、そういうこともさちらちら見えてしまったら、いや見える可能性あるよ ね、 ね、まあ星勘定とすればさ、はい、まあ、4勝0敗で、まあ、オリックスが全勝しても、まあ、ロッテが全勝すればもう全然上回ってしまうという、うん、まあ、7勝1敗でも上回ってしまうという、はい、まあ、1敗はできるんだよね、この時点ではね。そうですね、うん、でもまあオリックスの状態からするとさ、うん、まあ3-1ぐらいではいくんじゃないかで5-6-0で、そうすると、まあ2敗はできるなっていう、なるほど、3敗まではいけませんよと。はい、勝率としては残り試合でいう、うん、3勝1敗6勝2敗ということは、うん、まあ同じってことですよね。まあまあそう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 、だからまあまあ例えば5割だと5-5に、はい、5-5に上回れるのは5-3、5勝3敗同じ勝率の4-4だと下回るということですね。もう本当にこれは難しいよね。難しい、これはどこがどう、ただもう直接対決がないだけに、うん、星に、いやだからオリックスがあと4試合だから、まあプレッシャーをかけるとしたらもう4-0で勝つしかないということだよね、はい、そしたら本当に戦いにくくなるし、うん、まあ例えば3勝1敗で終わったっていう、ことになると敗、うん、できるっていうことになってくるから、はい、少し楽になってくるよね、はい、うん、3勝1敗これもう割り算したら3勝1敗3勝1敗よ ね、 ね、うん、だからでもこの時期にこの対戦成績でさ、対戦相手でさ3勝1敗あ3勝1敗でいいのかっていう簡単な数字じゃないからね。半分勝ったらいいのかでも、うん、ロッテは3敗しても優勝ですからね、うん、だから順位が決まって順位が決まって、いやもう来シーズンのためにこんなピッチャー投げさせましょうみたいな、こういうことも嫌なわけよ逆に、うん、知らないピッチャーが投げてこられるのだから本当複雑な心境で試合をやると思うけど、うん、はい、いや本当にまあ、この数字を見てもね、どっちが有利っていうことは言えないしね、うん、本当に他の球団のこういう球団の思惑を見てみたいね、どういうふうにしてくるか。でもね絶対ね最近の傾向としたら抜くっていうことはない、はい、もうみんな全力で戦うと思う、うん、さあどっちが勝つかね。まあこの両リーグ、うん、序盤から結構こう違った順位の出方をしていて、もう最後の最後までずっと混戦できてたパ・リーグは優勝争いも、うん、この終盤に来てもわからないですね。でもオリックスが勝てば、まあヤクルトがおそらくセ・リーグは制すると思うけど、うん、昨年最下位のチームが優勝してしまうというね、両リーグとも、うん、誰が予想しましたか。いやだからそれだけ拮抗してるっていうことだよもうねこれね予想の説得力も何にもないよ我々はね。でも楽しいプロ野球を本当に感謝を持ってありがとうと言いたいよね、うん、うん、まあ最後の最後、うん、もう本当に大詰めに来てるけどね、はい、怪我なく頑張ってほしいと思います。そこだけです ね、 ね本当に、うん、まだ先は長いからね、クライマックスシリーズ、はい、日本シリーズってあるから本当にね頑張ってください。はい。はい。